こんにちは。今日は長崎港の外側の神の島という埋め立て地です。今ちょうどドクターヘリが飛び立つところですね。ここは毎日離島に通勤するドクターがヘリに乗るポートになっています。さて、ここはラジコン飛行場となっており、私もここでよくラジコン飛行機のフライトで使わせてもらっています。今も何人かフライトしていますね。ここは沖に向かってこのように長い堤防があり、とてもいい釣り場になっています。県外からもたくさんの釣り人が来ています。ちょうど今グライダーを飛ばしていますね。こうして見るとグライダーは小さく見えますが、2メートル以上あるんですと。私が曲芸飛行をリクエストしたので、張り切っていろいろなパターンで飛行をしていますね。この日は風もほとんどなく、絶好の飛行日和です。それにしてもグライダーだけあって優雅に飛んでいますね。冒頭でも紹介した通り、ここは長崎港のすぐ外側に位置していて、昔は神の島という島が浮かんでいたのですが、1960年代に埋め立てられて、主に工場用に整地した場所です。さて、それではドローンの高度を上げつつ周りの景色を見てみたいと思います。今回は限界までどんどん高度を上げてみたいと思います。草を刈った跡が道になってあちこちに伸びていますね。いつもながら動画なのにお尻の裏がゾクッとします。沖に堤防で陸続きになっている島は四郎ヶ島ですね。なお、ここは昔江戸幕府が砲台を設置し、外国からの船を見張ったりしていた場所です。国指定の史跡となっています。ぐるっとターンすると、あれは三菱重工の高柳工場のドックですね。で、向こう側には前も紹介した長崎港入り口に架かる女神大橋が見えますね。最後に、ここは神の島の頂上にある神の島公園ですね。ここにも校舎砲台跡があります。長崎港に入ってくる船が一望できるスポットです。もし長崎に観光に来られた時は、長崎市街地からもすぐの場所なので、ぜひ一度お寄りください。ご視聴いただきありがとうございます。もしよろしければいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。